これはサービス。帰る。ありがとうございました。ヘイドン。大丈夫ですか？先輩は触らないでよ。いや、僕は。うちの会員だった村岡さん。赤ちゃん生まれたんですか。ご主人も奥さんもさ、確か10人近く交際してやっと理想のパートナー見つけたんだ。見てよこの幸せそうな顔。でもさ、こうやって手紙もらうとさ、カウンセラーやっててやっぱり良かったと思うよね。本当にそうですよね。私もここで結ばれた人の結婚式に呼ばれたりして、二人の幸せそうな顔見るとこの仕事してて良かったなって思います。ほら、最近離婚増えてるでしょ。だけど我々コンピューターが取り持った夫婦ったらね、絶対離婚率低いからね。今ロビーですっげえ可愛い会員と会ったんだけど、なんて人かな。ユキ、ユキだ、ユキだ。彼女どんな人と結ばれちゃうのかな。できれば僕となんとかならないかな。お前な、時々そんなこと言ってるけどな、慎めよ。俺たちはね、結婚情報サービス会社の社員だぞ。社員が会員に個人的な感情を持つことは禁じられてる。社則にもそう書いてあるだろう。はい、分かってます。山下さんのデータをコンピューターにインプットしたところ、こちらの女性が一番適合してるっていう結果が出ました。いや、実はその女性僕の担当じゃないんで、まだお会いしてないんですよ。ちょっとお待ちください。今こちらに移り出しますから。会員番号10384、27歳、大学卒、住宅機器メーカーに勤めています。父は会社社長です。趣味はテニス、日本舞踊、茶道、それからお料理教室にも通っています。性格は明るく活動的だと思っています。食べ物の好き嫌いはありません。タバコも吸いません。それからお酒も苦手です。夫になる人には優しく明るい人を望みます。一緒に旅行やスポーツを楽しめて、また仕事にも情熱を持っていて、頼りがいのある人がいいです。
この番組は日本直販と提供でお送りします。